こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では40代の大人の男性が持つべき春服ベスト7というテーマで皆さんに動画をお届けしてみたいなというふうに思っています。今動画を撮っているのはですね、2月の後半なんですが、これぐらいの時期になるとですね、そろそろ春服どうしようかなと悩む男性が多いのかなと思っています。特にですね、40代以降の男性というのは結構おしゃれに迷いがちな年代でもあるんですね。今まで着ていた服が似合わないだとか、なんかしっくりこないだとか、そういう風に感じている方も少なくないかなと思っています。僕の動画の視聴者の方は結構30代の後半から40代の方が多いんですが、この30代と40代で似合うものって微妙に変わってくるんですね。まさに僕自身が30代ラストイヤーをですね、過ごしている中で、これは最近似合わないなとか、そういったものもですね、少しずつ感じるようになったんですね。ですので今回は40代以上の男性というところに特化して、こういったものを春べきで揃えるといいですよというところですね、皆さんに具体的にですね、7つのアイテムとしてご紹介をしたいなと思っていますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからはですね、具体的に7つのアイテム皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、まず1点目はですね、今僕が着てるようなステンカラーコートですね。これは春のアウターとして40代以上の男性には1着は持っておいていただきたいなというふうに思っています。今着てるものはですね、昨年グリーンレベルで購入したベージュのステンカラーコートなんですが、こういった明るめの春コートが1着あると大人の男性には似合いやすいかなと思っています。アウターもいろんな選択肢があって、最近の春物のアウターのトレンドといえば、ちょっと丈の短いものが多かったりするんですね。例えばバブアーのですね、アウターだとか、あとはカバーオールだとか、こういったものとても素敵かなとは思うんですが、40代以上の大人の男性であれば、1着は丈がしっかりと長さのあるような、こういったステンカラーコートはあった方がですね、素敵に見えやすいかなと思っています。そして40代以上の男性に意識してもらいたい点として、このようなアウターにはですね、ある程度投資をした方がいいかなと思うんですね。確かにユニクロのですね、このステンカラーコート、ユニクロ U のものですね、ついに僕も買ってしまいましたが、これめちゃくちゃいいんですよ。滑らかな光沢感もあって、色味もすごく綺麗なので、すごく大人の男性にもおすすめなんですが、まあこれはこれで良しとして、ちょっと価格帯を上げて、セレクトショップのオリジナルぐらいのものを持っておくのもですね、大人の男性にはいいかなと思うので、ぜひ2つをですね、着比べながら、皆さんのしっくりくる方を選んでいただければなと思っています。まあこのようなですね、春コート1枚あれば、春だけではなくて、意外とですね、秋口にも使っていただけたりするので、春コートはあんまり長く使えないなと思っている方も、ぜひですね、春秋兼用するという意味で、こういったコートをですね、1枚持って大人っぽい着こなしをですね、実現していただければなと思っています。はい、続いて2点目にご紹介したいのは、今僕が羽織っているようなカーディガンですね。このようなライトな羽織物は1枚あるとですね、大人の男性にも使い勝手がいいんじゃないかなと思っています。例えばですね、今の僕のコーディネートのように、無地の T シャツの上に軽くですね、カーディガンを羽織ったりだとか、あとはですね、バンドカラーシャツとか、そういったですね、襟がスッキリとしているですね、シャツの上にカーディガンというスタイルも結構似合いやすいかなと思うんですね。冬から春に移り変わる時にはまだまだ寒いので、ロング丈のコートがあった方がいいかなと思うんですが、もうちょっと季節が進んだ時にカーディガンが1枚あると、羽織物としてはすごく使い勝手がいいかなと思います。ただ、このようなカーディガンというアイテムは誰にでも似合うというものではなくて、体型によるんですね。結構ぽっちゃり体型の方がこういったカーディガンを着てしまうと、体のラインを拾ってしまってあまり素敵に見えなかったりするので、そういう場合はですね、ジャケットだとか、そういった生地がちゃんと張りがあってしっかりとしているものを選んだ方が体型はスマートに見せやすいかなと思います。ですので、カーディガンか、もしくは体型に合わせてこういったネイビーのジャケットだとか、このあたりを持っておくと大人の男性、特に40代以上の男性には似合いやすいのかなというふうに思っています。僕自身はですね、結構カーディガンが好きで、さらっと着ることが多いんですね。タイトなカーディガンよりは少しゆとりを持たせてあげること。あとはですね、最近はボタンレスといって、ボタンがついてなくてスッキリとしてるタイプなんかもあるので、こういったものを選んでいただければ、大人の男性でもスマートに着こなせるかなと思うので、ぜひカーディガン、オア、ジャケットというところで、40代以上の男性にはチェックをしていただければなと思っています。はい、続いて3点目のアイテムなんですが、僕が今着てるような丸首のニットですね。特に色合いはですね、ホワイトだとか、オフホワイトだとか、ライトグレーだとか、そういった
春らしい明るい色のニットを持っておくと、間違いなく40代以降の男性には似合いやすいのかなというふうに思っています。先ほどご紹介したベージュだとかブラウン系のステンカラーコートともめちゃくちゃ相性がいいので、上半身を明るい色でまとめて、ボトムスはブラック系で引き締めるというのがですね、バランスがいいので、ぜひ皆さんもお試しいただければなと思っています。まあトップスにはですね、いろんなバリエーションがあるんですが、30代の頃であれば、まだですね、パーカーというのは似合いやすかったりするんですが、40代中頃から後半になってからパーカーを着るとですね、どうしても違和感が出てしまうんですね。見た目だとか雰囲気は大人の男性なのに、フード付きのパーカーというカジュアルな着こなしというのはですね、意外とマッチしづらいなというのを感じているので、大人の男性はですね、無理せずパーカーにトライをするのではなくて、丸首のニットの色合いとかそういったところで冒険をしてみるのもいいかなと思ってます。今僕が着てるような明るめのものもいいですし、ちょっと華やかな色でもいいかなと思うので、ロイヤルブルーだとかちょっとグリーン系だとか、そのような色にですね、トライしながらカラーバリエーションを広げることで、40代の男性もですね、マンネリ化しない着こなしは十分に実現できるかなと思うので、40代以上になったらパーカーよりもニットというところを優先しながらですね、コツコツアイテムを買い揃えていただければなと思っています。はい、続いて4点目のアイテムなんですが、僕が今内側に着ているようなこういったストライプ柄のシャツ、これもですね、40代以上の男性にはかなり似合いやすいので、ぜひトライをしていただければなというふうに思っています。僕はですね、結構シャツが好きでいろんなものを持っているんですが、その中でもですね、白シャツの持つ清潔感みたいなものも素敵なんですけども、どうしてもですね、白シャツって失敗するとこうビジネスライクになりすぎてしまうので、それよりは適度にですね、カジュアル感があって、あとはですね、縦長効果も期待できるこのストライプ柄というのがですね、意外と40代以上の男性には似合いやすいかなと思っています。しかもですね、こういったストライプ柄って結構清潔感みたいなところも表現できるので、1枚あるとすごく便利かなと思っています。例えば先ほどもご紹介したようなジャケットですね、今僕はちょっとゆったりめのですね、ダブルのジャケットを軽く羽織ってるんですが、そういったものの内側にこういったストライプシャツを取り入れると程よくアクセント要素として効いてくるかなと思いますし、一着アウトですね、それ以外にもステンカラーコートの内側に入れたいだとか、あとはちょっとトレンド的なアイテムにはなりますが、カバーオールのようなそんなに丈が長くないようなアウターの内側にもですね、すごく相性がいいので、ぜひ1枚はですね、こういったストライプ柄のシャツ、皆さんもトライをしていただければなと思っています。まあ、単体で着るというよりはやはり重ね着の一部として使うとすごく便利かなと思うので、ぜひ皆さんもですね、チェックしていただければなと思っています。はい、続いて5点目のアイテムなんですが、一番最初にですね、着丈の長いステンカラーコートをご紹介しましたが、やはりそれだけだとですね、ちょっとこう気軽に動きづらいなというところもあるかなと思うんですね。そんな時に1枚持っておくと便利なのが、今からご紹介するようなソフトシェルジャケットみたいなものですね。まあ、シャカシャカとしたウィンドブレーカー状のものなんですが、こういったスポーティーなものも意外とですね、着こなし方をですね、間違わなければ、大人の男性にもですね、程よく似合いやすいかなと思っています。まあこういったものって結構カラーバリエーションが多くて、赤だとか緑だとか派手なものもあるんですが、やはりですね、形状がカジュアルなので、色はブラックですとか、そういったもので引き締めた方がバランスが取りやすいかなと思っています。僕が愛用しているのは、例えばこちら、アークテリクスですとか、あとはですね、ノースフェイスなんかもですね、使い勝手がいいかなと思いますし、さらにはちょっと凝ったところだと、アンドワンダーというブランドだとか、ホワイトマウンテニアリングだとか、このあたりのブランドなんかも、すごくですね、デザイン性の高いソフトシェルをやっているので、そういったものを着こなしの中に取り入れてみるのも、意外と大人の男性には似合いやすいかなと思っています。こういったスポーティーなアウターというのは、着こなし方がすごく重要で、ボトムスにですね、チノパンだとか、ブルージーンズとかを持ってきてしまうと、全身がカジュアルになりすぎてしまうので、僕の動画の中では定番となっているような黒系のパンツだとか、定番的な細身のブラックジーンズだとか、黒のスラックス調のアイテムだとか、そういったものでちょっとですね、モノトーンっぽく仕上げてもらうと、意外とハマりがいいかなと思うので、こういったソフトシェルジャケット、まだお持ちでない方はですね、ノースフェイスかアークテリクス、もしくはこういったちょっとですね、癖のあるようなデザインのものも意外と使い勝手が良かったですので、ぜひ皆さんもトライをしていただければなと思っています。はい、続いて6点目はですね、ボトムスですね。これまた様々な選択肢があって、40代以降の男性を見てみると、結構多いのが、ちょっと薄めのデニムだとか、あとは中途半端に太くもなく細くもないですね、ベージュのチノパン。
このあたりを履いている方が非常に多いんですね。まあ僕らの世代は結構アメカジをベースとしたようなアイテムって結構馴染みが深いので、そういったアイテムをですね着ている方少なくないかなと思うんですが、意外とボトムスがカジュアルだとですねバランスが取りづらかったりするので、鉄板で使いやすいかなと思っているのは、もうこれはいつも定番でお伝えしているようなブラック系のイージースラックスですね。このあたりで引き締めてしまうのが一番使い勝手がいいんじゃないかなと思ってます。まあ二大巨頭がありまして、スマートアンクルパンツとか、あとアーバンスラックスのような価格帯が5000円未満のもの、そういったものは気軽にトライしやすいかなと思いますし、あとはですね、こういったブラック系のスラックスって、まあ一着あればすごく使えるので、個人的にはですね、ちょっと頑張って投資をして、セレクトショップのオリジナルなんかもいいかなと思ってます。グリーンレーベルですとか、ナノユニバースですとか、あとアーバンリサーチとかもいいかなと思いますし、あと僕が結構愛用してるのがこちらなんですけども、ユナイテッド東京のですね、アウトラストという素材を使ったボトムスなんですが、これもイージー仕様になっているスラック調のアイテムなんですけども、ゴムがちゃんと効いていますし、腰周りにはタックが入っていて、膝から下はテーパードが効いているというところで、すごくですね、大人の男性にも似合いやすいような形になっているので、ぜひこういったものもトライをしていただければなと思っています。まあ正直ですね、僕はズボラな性格なので、ボトムスに関してはいろんなものをトライしてみたんですが、やっぱりブラックが一番使い勝手がいいかなと思ってるので、ブラックだけでですね、結構何本も持ってるんですね。シルエットが変わるだけでだいぶ雰囲気が変わったりするので、個人的には40代以上の大人の男性には、あんまり太すぎるものよりは、適度に腰周りにゆとりがあって、体型はカバーしつつも、テーパードといって膝から下が細くなってるもの、こういったものがですね、ある程度足を綺麗に見せてくれるので、バランスがいいかなと思いますので、ぜひ皆さんチェックをしていただければなと思っています。はい、続いてラスト7点目はですね、ちょっと私物がなくて恐縮なんですが、こちらの画像のような U チップのレザーシューズですね。こういったものが足元に来ると、40代以上の大人男性にはすごくシックで大人っぽく上品に見えるので、ぜひ皆さんもトライをしていただければなと思っています。僕のチャンネルの中では、やはりですね、スニーカーが出てくることが多いかなと思うんですね。白レザースニーカーだとか、あとはブラックレザースニーカーだとか、まあ最近だとですね、ニューバランスのスニーカーを出すようなことも多いんですが、まあそういったものもですね、大人の男性もちろん似合いやすいんですが、40代以降になってくると少し綺麗めなものもですね、一足ぐらいは持っておくとバランスがいいかなと思うので、プライベートでも履けて、なおかつですね、ビジネスカジュアルにも使えるようなしっかりとした革靴、特に形に関しては、ローファー型もいいんですが、このような U チップ型のものがですね、意外と様々なシーンで使いやすいので、ぜひ皆さんもトライをしていただければなと思っています。まあ、革靴にもいろんなものがあるんですが、ストレートチップのようなスーツに合うようなものもあれば、ローファーのようにですね、かなりカジュアルなものがある中で、U チップというのは、ローファーほどはカジュアルじゃないけども、革靴特有の綺麗さも味わえますし、ビジネスカジュアルからカジュアルまで合うというところで、意外と持っておくと便利なシューズかなと思っています。シルエットとしてはちょっと丸みがあって、ぽってりとしているようなボリューム感のあるようなシューズになってまして、最近のトレンドともですね、こういったシルエットはすごく相性がいいんですね。例えるなら、ニューバランスをスニーカーのような、ちょっとしたこうクラシックなダサかっこよさというところも表現できるのが、このようなですね、U チップの良さかなと思っています。まあ王道で言うとやはりパラブーツですね。このあたりが王道中の王道かなと思いますし、あとはバーウィックのですね、U チップもすごくいいかなと思いますし、身近なところで言うと、今期のビューティー&ユースのオリジナルで、結構レザーの質のいいですね、U チップがあるので、こちらもぜひ皆さんチェックをしていただければなと思っています。意外と様々なボトムスと合わせやすくて、今回ご紹介したような、ブラック系のイージースラックスにも合いますし、あとはもう大人の男性にとっての大定番であるブルージーンズですね。まあ明るい感じのブルージーンズだとか、中途半端なサイズ感のブルージーンズはなかなか似合いづらいですが、まあ正統派な足にしっかりと合ったような深めのリジットデニムだとか、そういったものなんかは40代以降の男性にもすごく似合うので、そういったデニムに対してブラックの U チップなんかも非常にバランスがいいので、まだこういったですね、休日に合わせられるようなレザーシューズお持ちでなければですね、こちらのシューズもトライをしていただければなと思っています。そういうお話をしている僕自身ですね、ちょっと今手元にないので、改めて買い揃えましたら皆さんにご紹介ができればなというふうに思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では40代の大人の男性が持つべき春服ベスト7というテーマで皆さんに動画をお届けさせていただきました。中にはですね、すでに持っているものもあったかなと思うので、そういったものを活かしつつ、今回ご紹介した中で、これはちょっと持ってないなというものがあったら、
コツコツとですね、春に向けて皆さんも買い揃えていただければなと思っています。今回ご紹介した7つのアイテムなんですが、どんなものが具体的にいいのかというところで、この動画の下の概要欄にいくつかリンクを貼っておきますので、よかったらそちらも参考にしていただければなと思っています。7つということで結構たくさんありましたので、無理のない範囲でですね、コツコツと買い揃えながら、ぜひ春のコーディネートも楽しんでいただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をなるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思っていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。